どうも、今死んだらパソコンの履歴見られて葬式でいじられまくるから死ねないなって思うよね。楽しみでおさゲームでーす。さあ始まりました、レオザゲームによるフィアキャリアモード実況エバートン編。エバートンでプレミアリーグを制しましたので、昨シーズンは今シーズンはチャンピオンズリーグも制するために頑張っちゃおうっていう、そういった動画になっております。よろしくお願いします。というわけで行ってみましょう。今日もコメントからです。まずケンジマさん、調子悪い時のレオさんは縦に急ぎすぎてると思います。あと裏に出されてキーパーと1対1になりそうな時は少しキーパー出さないと簡単に決められちゃうんで、少しは出させた方がいいと思います。というわけで、はい、確かにですね、僕調子悪い時っていうか、特に1点失点して、先に失点して、そこからですね、もう逆転しなきゃっていう時は焦りすぎてる傾向ありますね。ちょっと今日からそこ気をつけてですね、焦る時ほどこうね、ゆっくり行こうっていうね、そういった気持ちでやっていきたいと思います。というわけで、続いてオーシャンビューさん、入れ口は積極的なパスカットで前に行くに設定するとフィットしますよ。というわけで、これもですね、今日試してみたいと思います。そして松村健さん、この動画の最後の試合の2得点に圧倒されました。レオさんの勝負強さを感じることができてよかったです。次回も楽しみにしてます。というわけで、ありがとうございます。本当にね、すごく嬉しいんですけど、今日ね、ちょうどね、孫子の兵法のね、本を読みまして、ちょうどそんな本読んでんのかっていう、武将かっていう話ですけど、それでですね、やっぱり不思議の勝ちっていうか、なんか何ですか、激戦を制するみたいなね、もうそういうのはダメだと、もう当たり前のように勝たなきゃいけないと。なんで前回の試合はですね、劇的で動画的には盛り上がりましたけど、ああいう風にですね、もう劇的な勝利よりも、もう当たり前のように今日は勝ちたいと思います。というわけで、続いてグラタンイブラヒモミンチさん、美味しそう、サンチェスの PK ですが、ボールの正面から助走を始めて利き足と同じ側に蹴ると体が逆側に大きく振られてしまうので、キーパーに読まれやすくなると思います。というわけで、確かにそうですね。わーっと走ってこっち蹴るときはこっち行っちゃうもんね、一回ね。なんでその辺、それを使ってフェイントみたいなのもあればいいんですけどね。なんでこういったところ気をつけて、というかそういうのもね、気にしてコンピューター見てるんですかね。レジェンドぐらいになると、ちょっと次から蹴りたいと思います。そしてですね、私ですね、前回ゲイエが出られない時のですね、ゲイエの代わりもできるですね、レベルの高いですね、ボールを、枯れるタイプで前線に飛び出せるミッドフィルダーということで、皆さんから募集を、させていただいたんですけど、いろいろ来ました。その中でね、厳選してコメントを紹介させていただきます。まず堀江修平さん、ビダルどうですか、サンチェスもいますし。というわけで、この他の方でもですね、この犬馬さんという方もね、ビダル、進めてくださって、どちらもね、サンチェスがいるからとかね、リベリもいるからって感じでね、バイルン経由と、そしてですね、チリ代表経由でですね、悪党の加入を、求めている方がいますので、僕もね、キャラ的にいいかなって思うんで、ちょっと、スカウトしてみます。そしてですね、若月神吉さん、エムレジャン、セルジロベルト、アンドレゴメス、全員ね、いいですね。なんでエムレジャンなんか、もう実際の世界ではですね、結構僕言っちゃいますけれども、ただエムレジャンみたいに頑張り屋さんだけれども、どっか抜けてるみたいな、で時々すごいシュート決めるっていうね、僕も私生活でそのタイプなんで、結構ね、一生懸命やるんですけど抜けちゃっていろいろ失敗するみたいな、でも時々すごい褒められるみたいな、タイプですので、なんでね、エムレジャンなんかいいかなっていうふうにちょっと思ってます。そしてセバージョスとかどうでしょうか。というわけで、確かにレアルで出番失ってて、それでですね、なんだったっけな、カシージャスの嫁か彼女に、奴は俺に抱かれたがってるみたいなこと言ってね、なんかむちゃくちゃなこと言うな、みたいな。それでレアル来たみたいな、感じなんで、その辺の悪道っぷりもいいなって思いまして、ちょっとセバージョスもね、スタミナの値が前作は低かったんでね、その辺ちょっと、見ていきたいと思います。あとはクリームパンさん、この方もアンドレ・ゴメスありえないですかねって言ってますが、アンドレ・ゴメスの場合、バルサでのね、立ち位置がちょっと微妙なところで、実際の今シーズンは頑張ってるんですけど、そこからダメだったっていう設定で来シーズンっていうのもありかなって思いますね。あ、ビダル、あと8ヶ月で契約切れなんで、ね、結構安く取れるかもしれないですね。よく考えたら、エムレちゃん、リバプールなんすね。リバプールからエバート普通来ないけどな。でもエムレちゃんならなんかその、ね、空気をまずいったれみたいなね、特攻精神で来てくれますかね。セバージョスがまだ分かんなくて、でセリがインターセプトの値低かったんで、セバージョス、アンドレ・ゴメス、エムレちゃん、この辺からですね。はい、現状としましては、ビダルいいですね。あと8ヶ月で年齢以外にネックになる部分はありません。で、ゴメスもいいんですけど、ちょっと金額高いかなっていう感じでして、で、セリに関してはインターセプトの値がちょっと低かったです。他が80代なのに、セリだけ70代で。で、エムレちゃんに関しては、リバプールから移籍させるのどうなんだっていうところで、で、セバージョスはまだスカウトレポート待ちですね。なんでこの辺の選手で、次回またですね、決めたいと思います。というわけで、今日はユナイテッド戦行ってみましょう。はい、今日の試合ですね、ちょっと運動量が低くなっちゃってるのが気になるね。ゲイエとかキンとかいるんですが、ここはね、抜かせらんないだろうということで、ここはそのまま入れまして、ベルナーとか、クラーセンは後半投入で、バークリー、ルーニーで今日は行きたいと思います。というわけで、ユナイテッド戦試合開始です。さあ、曇り空でのユナイテッド戦、
ユナイテッドのホーム、オールド・トラフォード、シアター・オブ・ドリームスにエバートンが乗り込んでいきます。今日はこのメンバーに対して、さあユナイテッド、やはりですね、威圧感がありますね、このユニフォームには。さあ、いい光景です。さあ、ルーニーの古巣ですからね、ルーニーもこの試合スタメン強で燃えていると思います。なぜか映し出されるシグルソン、さあそしてモーリーノ、何を思う。さあ、ユナイテッドのスタメンです。ゴールキーパーデヘア、そしてディフェンスライン右からバレンシア、リンデロフ、ロホ、ダルミオン。お、今の現実と一緒かな。いや違う、スモーリングと、ね、今リンデロフだ。そしてダブルボランチ、ポグバ、マティッチ、右からムヒタリアン、ホルスベリー、ラッシュフォード、ワントップイブラヒモビッチです。サブにルカク、またカンセロ、あ、全部は見れなかったけど、ね、それでもですね、やはり怖いメンバーです。さあ、行ってみましょう。さあ、どうしてもルーニーですから遅刻になりますね。さあ、一気にサイドからラッシュフォードのスピードを使っていく。おお、フィジカルクソ強い。おお、怖かった、危な。ラッシュフォードのね、成長を考えるとかなり伸びてるはずですからね。さあ、そしてまた防戦一方の展開か、この試合も。うわー、いきなり決められた。ちょっとこの勢いを止められなかったのはでかいな。しかもロホだし、いやー、モーリーニョのところにこびに行きました、ロホ。さあ、風まで再現されている。さあ、落ち着いていけば同点にできるということを今日は証明するんだ。さあ、ここはこぼれ球、おっと、持った方じゃなかったですが、でも焦らず対応したことによってマイボールです。さあ、シュナイデルランからゲイへ。さあ、ワンツーで抜けていくか、逆が空いてる。オッケー、アレクス・サンチェス、よかった。ちょっと遅かったかと思いましたがね、 R2 の高精度でチョンの方が良かったかと思ったんですが、それでも点が入ってよかったです。サンチェス、ルーニーからのアシストでゴールを決めるのは初でしょうか。はい、バートンファンも盛り上がっている。よかったですね、ここゲイエに戻すかと思ってサイドバックが絞ってきてしまったところ、サンチェスが抜け出していました。中に戻せるか、いいですね。さあ、ワンツーから、おっと、ルーニーの抜け出しにバークリーが、パスを合わせられればよかったんですが。さあ、イブラが抜けている。ただキーンも強い。イブラと競り合えるだけのディフェンスに成長しております。さあ、サンチェスが走っていって、ここでさあ、ゲイエはどうする。逆をついたが、おっと、タイミングが合わなかった。さあ、シグルソンが裏に抜けていく。さあ、逆に振っていった、大外、ドン、あー、惜しい。前に入り込むようなヘディングをできれば面白かったですが。さあ、大外の選手を使っていってクロス。いやー、デヘアなんで落ち着いてキャッチしました。しかもオフサイドだったんでしょうか。あれ、ファール、あ、どこでしょう。あ、ここか、キーパーチャージ的なこと。さあ、中に戻すことができたら面白い。さあ、バークリーが行ったか、おー、デヘア、ドン、あー、惜しい。まあ、首位頂上決戦、ユナイテッド戦、白熱の展開です。さあ、シグルソンがダイレクト、ダイレクト。さあ、サンチェスの、あー、惜しい。シュートを打ちやすい角度を作ったんですが、相手がちゃんと寄せてきていました。さあ、ガヤから、さあ、ゲイエのところに出るか。さあ、あーっと、香川のような反転でシュートを打ちたかったですね。さあ、いいヘディングが、あー、見られず。ただ、こぼれ球への反応はこちらが早かったですが、 OK。さあ、ガヤが面白い抜き方をした。ただ、そこにはデヘア。空中戦、勝てるポイント、勝てるポイントにしか送り込んでくれないんで、ありがたいですね。この低いところに高いボール入っていったらやばいけど。いやー、それでもホルスベリー、おお、パス出してくれて助かった。さあ、コールマンがキープして逆サイド、ピンが振っていく、危ない。 OK、 一旦ボスかガヤか、バークリーに受けさせて、おっと、危ない。さあ、サイドに振っていく、シグルソンが裏に抜けた、おっと、オフサイドですか。外側から回ってこれたかと思いきや、
Well, there was nothing wrong with the pass. He just stayed onside. He was through. さあ、こぼれ球への反応はどちらが早い。すごいパスワークだ。さあ、ムヒタリアンが。いや、イブラの時間を作った。うわー、王のシュートが決まった。この一発でやられるからね、ユナイテッド相手には。いや、モーディーニョ慕われてるな。これな、ここね、一発でやられたけど、ここでちゃんと寄せたから大丈夫だと思ったんですよ。そしたらまた抜き。これはしょうがない。さあ、ここでシュナイデルラン奪って、さあ奪ってからが早い。ルイニー、これはいけるんじゃないか。いやー、シュートまで行きましたが、リンデロフがブロック。コーナーキック、おわ、デヘア守備範囲広。これは危ない、逆サイド出てくるよ。いやー、外振られた。うわー、決められた完全に。畜生、2点差か。ユナイテッド強い。これやられたな。一旦外に振られちゃったよ、ムヒタリアンのオフザボールの動きで。いやー、前半終了、ユナイテッド半盛り上がっております。じゃあ後半どうしよっかな。頭から変えるか。やっぱりゲイエの疲れちょっと感じるから、クラーセン頭から投入で、クラーセン、ベルナ同時に頭から投入します。ちょっとルーニーには申し訳ないね。さあ戻して、さあバークリーがうまいところ出ました。あーっと、ここでパス出せないか。ただそれでも奪いましたよ。さあ、この落とし、いったべ、 OK、 シュナイデルな、この距離だったら決まりますと。さあ、まだ試合諦めておりません。やっぱりセカンドボール拾うって大事だよね、本当に。さあ、ボールを奪いました。うわー、リンデロフ今日いいね、シュートブロック。さあ、相手も誰かを入れてきました。ムヒタリアンに変えて、マルコム、ああ、そっか、あの選手か、獲得したかったけどユナイテッドが取った選手。さあ、シグルソン、シュート、おお、デヘアじゃなかったら塞げてないでしょ今の。さあ、ここでベルナーのただのスピード、いやー、ダルミアンも速かった。実際のダルミアン速くないのに、ってことは俺の体重移動が良くない。これからラショード、さあ対人の強いコールマンをいなして、さあここから、さあクラーセンが裏へのパス出ました。さあシグルソン、どうする。うわー、ダルミアン、何このダルミアン無双。いやー、ここで裏つかれたか。おお、危ねえ、ギリギリで足が出ていった。さあ、ここでカウンターです。縦に急ぎすぎると言われがちですが、それでも、おっと、ダルミアン強い。なぜダルミアンにばかり負ける。OK、 さあもう一丁いくぞ。さあ、ここはクラーセン縦に出して、さあぶっちぎった、あー、2人目のカバー、くそ。じゃあシグルソン1列低い位置に下げまして、最後ベラルディ投入です。さあシグルソン縦に行ったが、これだけ、はい、実況はなしだ。うわー、うわーっと、あとちょっと振り切れなかったな。ここでドリア、うわー、すげえ投げ出してくるね、イングランドじゃない、ユナイテッドのディフェンス。パス、そしてシグルソン走、ドリア、ドンゲ、あー、ダメだ。カットしたけど、編み方ボールにはならず、そこからクソ速いやつが走ってる。
イヤホーさあどうするどうする、さあカウンター決まるか。読み合いです、ドリャオッケー同点。今のメンタル試されたな。しかもベラルディ前回の試合でやらかした人がやっております。さあ性格悪いです。いやーここでめちゃめちゃ駆け引きしたもんな相手と。で時間を作ったベルナーの外を回り込んだベラルディ利き足で決めました。さあ今度はユナイテッドの番だ。うわー高いボール来た、おめえ。さあここ大事にしていこう。どっちだどっちだ、おっとやらかした、弾け、オッケー。いやー拾えないんかい。ここで満足しちゃダメだ、勝ち点3を取るんだ、3を。オッケー、さあ外に一旦振って、さあ中で1対1をするか、お前はするか。あーマルコスロ読んでいたとばかりの、どうせお前それだろみたいな。やばいかな、うわとどめかこれ、前出たんだけどね。まだあるまだある、ある86分。さあここで金はイブラに当たり負けしないのが今日はすごい。さあ90分回りました、最後の攻撃でしょうおそらく。さあベラルディがいった、いやこれはこれはやだ、これはあー頂上決戦敗れてしまった畜生、今シーズンのリーグ戦は大変だ。途中までは良かったんですけどね、すいません。はい、勝ち点差5をついて今13節消化だから、でもまあ全部でね19だから18、16だから全36節あるわけですからね、あと、23試合、逆転できないわけじゃない。とりあえず今日の試合ね動画編集しながらきちんとですね反省繰り返していきたいと思います。というわけで応援してくださった皆さんありがとうございました。次頑張ります、レオザゲームでした。バイバイ、ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ。